世界において、各部門中、2番目の成績を上げた個人、または団体に対し、その栄誉を称えて授与される勝敗である。二等賞、メダル、シルバーメダルなどとも言う。ただし、第一回近代オリンピックにあたる1896年、アテネオリンピックでは、優勝者に銀メダル、準優勝者に銅メダルが贈られた。一等賞や優勝という最高成績を一度も、 収めることなく、それでいて二等賞や、準優勝という好成績を何度も記録する者がいる。普段の実力、底力を優勝者以上に評価されているにかかわらず、極めて評価の高い競技大会に限っては一等賞や、優勝に輝くことができない、そのようなものを指して、月経冠のような勝利者に授けられる、感を被ったことがない最高実力者という意味合いで、 スポーツの分野などでは、日本語で、無冠の帝王という。同じ漢字文化圏でも中国語では、無弁の王という。英語では、アンクラウンドキングという。万年にという表現もあるが、最高実力者と認められていてこそ呼ばれる、無冠の帝王と違って、こちらは、最高実力者に勝つことができない、二番手の実力者、という含みがあり、すなわち、揶揄する表現である。 貴金属の社会的価値に準じた金、銀、銅に象徴される順位付けにおける銀ばかりをコレクションしているものという意味でシルバーコレクターという表現もある。この表現で呼ばれるものは無冠の帝王と違ってその分野の最高実力者とは限らない一方で万年に位と呼ばれるもののように完全に二番手に甘んじているわけでもない。 優勝するだけの能力を持ちながらも運に恵まれない者も,もいれば、底力を発揮しさえずれば優勝できるのに、肝心のところで精神的脆弱さを露呈してしまう者も,もいる。ありがとうございます。